いじまっちょーチャンネルーいじまっちょーいじまっちょーこんばんはー今日はね、今週ストリートライブを行う金曜日と土曜日のストリートをする駅の抽選をしていこうと思います。何言っちゃったかななんか一応今週の金曜日と土曜日ということで、さあいつもの抽選、はい、出ました。抽選袋です。じゃあ金曜日の新深江駅、新深江駅、まだピントは来てないどの辺なんかな。新深江駅が金曜日、今週金曜日のストリートライブをする駅です。はい、もう一個、次は土曜日ですね、ストリートする駅を抽選していこうと思います。じゃん、南茨城駅、南茨城駅、まあこれ大体わかりますね、茨城の方でしょうね多分いやそりゃそうか茨城の方だと思います。南茨城駅、金曜日は新深江駅で、土曜日は南茨城駅ということで、ストリートライブを今週金曜日と土曜日、行っていきたいと思います。でね、ちょっと、このついでにというか、2月からの石マッチョの活動をちょっと変更していこうかなと思って、それをお伝えしたいと思います。まずね、2月から火木土週3回のストリートライブを行っていきたいと思います。1個増えましたいやー、増やさんとね、484駅、なかなかね届かないので増やしていくというふうにします。でね、こうやって抽選してたのを、まあ毎週日曜日か月曜日やってたのを、これは毎週日曜日に、抽選をするというふうに、決めていきます。で、一応空いたその月水金とかは、なるべくね、これからストリートライブを増やしていく上でもっと練習しなくちゃいけないと、あの歌とかね、そのギターでもそうですけども、もっと練習をする時間と、もっとね、このたくさん曲を書いていって、で、ストリートライブで披露するっていう形にしていきたいなっていうことで、月水金はあんまり動画を上げない方向で、絶対とは言わないですけどもね、何かあれば動画を上げたいと思うんですけども、まあ、なるべく練習か曲作りにだと思うので、まあ、今までちょっとなるべく毎日あげたのを少し減らし持って、でもストリートライブは増やしてっていう感じでね、まあまあ、ちょっと後ろ向きの話をするんであれば、ちょっと一人で全部ね、石マッチョは編集から何からしておりますので、少しやっぱ毎日あげていくと、練習がおろそかになったり、曲作りはおろそかになってって、なんかね、それが一番メインでしたかった部分ではあったので、そこをこれからまあ本丸というか中心に置くっていう形にしていこうと
ちょっと寂しくはなる方もおらんか寂しくなる方もおるかもわかんないですけども、そこはちょっとご了承ください。まあいい方向に向かっていくっていう気持ちを持ってこれからやっていくんでね、どうぞよろしくお願いします。はい、今日は以上ですねはい、今日は以上です。じゃあね、バイバイ、ありがとう、バイバイね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 。